ということで、大きい3人がなぜか内藤さんまで来ていただくということでご無沙汰しております。はい、今日はですね、まあ昨日ですか、エロール・ジマーマン選手と、まあ、負けたからね、激闘をして、これちなみに何のチャンネル？これはフルコンチャンネルです。今入ったから、はい、福地チャンネルじゃないですか。はい、うん、フルコンチャンネルで激闘をしまして、まあちょっとね、いろいろと感想等は聞いていこうなと思うんですけれども、まずちょっと今回のね、山口選手のスポンサーの紹介をしてもらおうかな。スポンサーの紹介、はい、はい、まあ、山口選手が YouTube 持ってたらいい話なんやけどね、お願いします。まあ、ネクラなんちょっと YouTube 苦手なんで、こちらのチャンネルで紹介させていただきます。はい、まずこの小谷モーターさんですね。はい、小谷モーターさんは、息子さん、バイク屋さんなんですけど、まあ、息子さんがなんと9月の29日にですね、この前 K1 デビューしまして、なるほど、まあ、負けちゃったんですけども、まあ、その関係で、まあ、格闘技関連の関係で、まあ、もともと空手にも携わってた方なので、うん、まあ、そのつながりでスポンサーしていただいております。はい、ちょっとたまはい、カーもいっぱいおるから、はい、で次に大きいところでいうとネクストラウンドさん、はい、まあ、これ堺支部の先輩で、なるほど、まあ、一番百年会館堺支部時代に通っていただいた末友さんという先輩がいらっしゃるんですけども、はい、その方がやってる、ジムです。はい、はい、ですね。あとはまあまあ河内プロレスさんも末友さんがされてるプロレス団体なので、はい、またぜひSNS 等で僕からも宣伝しますんで、はい、行きたい方は DM でもください。で、あとはそうですね、ここは同級生の会社なんですけども、ダイスさん、はい、でこのオプティムスタジオさんが、まあ、僕のホームページ作っていただいている会社になります。はい、でこれドータシカさんなんですけども、はい、これは、まあ僕沖縄憲法を習ってるんですけども、はいはい、そこの支部の、仲間です。はい、で前さんは、まあ、これ百連会館羽曳の支部に行かれてる方の運送会社になっております。長岡体操クラブさんはあの有名なフルコンさんがスパーリング界でどつき回すという悪いとこですね。体操クラブね。体操クラブです。はい、はい、って感じです。まあ、下はサプライヤーさんって言いまして、まあ、物品提供とかしていただいております。今回の T シャツもね、 RSC さんが、ね、そうですね、山口翔太 T シャツは RSC さんが作ってくれてます。はいはい、はい、なるほど。で RDX さんはまあ格闘技用品全般ですね。うんうん、あとアパレル関係、はい、でまあメキシコ DC さんはグローブですね。はい、で谷川商店さんはお肉いただいて試合前の調整に使わせていただいております。なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね、ちょっとスポンサー紹介はこんな感じで終わりまして、何もいじらずに言ったよ、真面目に。いやこれはいじったらあかんやつ。いじったらあかんからとりあえずちょっと声枯れてるんですけど、まあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。内藤さんも、セコンドお疲れ様でした。疲れましたわ。疲れましたよね。疲れた。僕が一番ね。いやまあそりゃそうやろ。で、どうでした実際。どうでしたもこうでしたもね、もう。うん、何やろ。どうでしたもこうでしたも。もうそもそも作戦があったやん。うん、まずカーフで行こうかみたいな。うん、ローで行こうかみたいな。うん、結構その通りにうまいこと言ってたよね。そうやね、1、2は。いけんじゃねみたいなところがあったんやけど、まあまあいけんじゃねと思ったのがアウトやね。その110何戦してる相手に1-2ごときでいけんじゃねって、この7戦の8戦目の山口翔太が思うのは、これはもうアウト。なるほど、油断でしかないんで。油断してた。油断したかなっていう。 1-2 で、おいこれいけるわ、3あと立ってた勝ちやみたいな。まあ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 、まあ、そんな風な、多分会場も思ってたし、これ山口勝つんじゃねっていう空気になってなってたよね。多分だけど相手陣営は3で多分最初から来る予定なのかなと。まあまあまあ、ただレバーで終わってからの話ですけどね。いやまあ、もう3ラウンド目始まった時にはもうあれやったもんね。集中しろしか言うでへんもんね、俺も。もうでかい声でもうそれしか言うことなかった。もう狙ってくるのは分かったしね。立ってたら勝ち説やもんね。勝ちかドロー。まあまあ、はい、1-2 ラウンド目は本当に流れ掴んだから。でも相手はめちゃくちゃしんどそうな顔してるの気づいてなかったもんね。いや、しんどそうな顔してるのは気づい
ってましたよ。気づいた。いやもう顔色がちょっともう負けの顔しとったから気づいてたけど、こう要所要所でこうなんか振ってきおるじゃないですか、はいはい、ワンチャン狙って、うん、飛んでこれとかすごかった。そうなんかあんな飛ぶんやもん、あんなごついのに、あんな確かにアホみたいなごついのに、アホみたいな、ほんまにでかいからな。いやもっとでかいのに飛ぶからもう訳分からへんから、もう視界から折れへんなるから。意外と体力もあったよね。俺もっともっと最後削られて向こう出てこれへんやろなと思ったから、3ラウンド目もこれあこれいけたなと思ったけど、こっちが削れとった。まさかの、もうだいぶフラフラやったやん。もう死ぬか思った。それは何、呼吸的にどういう状況。いや体やね、その呼吸じゃなくて、うん、体がしんどかった。そ息のしんどいじゃなくてその、はい、何だるいというか、もう手上がらん足上がらん、昔でいう乳酸が溜まってみたいな。そうそうそう、はいはいはい、の感じかな。息じゃなくて、なんかもう立ってるのがしんどいとか。もうなるほどね。息じゃちょっとまあまあ空手の感じとは違うかなっていう。でも自分なりにあの最初のカーフとかローとかええ感じで当たってるなっていう認識あった。そうやね、まあまあまあもっと効くかなと思ったけどね。あーはーはーはー、もっと効くかなと思ったけど、足めっちゃ細いからね一番。全然なんかシュッとしてたからね。ある程度まで効いてないでしょ。ほんまやって。ほんますか。いや上がでかすぎるだけや絶対。めっちゃ足シュッと絶対俺だいぶ。いや確かにね、細く見えますけど、上がでかいから。なるほどね。聞かされたのなんかある？これ試合中は分からへん。なんかもう肌から見てたらジマーマンのローもまあまあ得ようとしてて、どこに当たってたかよう分からんけど。昨日の夜からもう歩かれへんぐらい痛いけどね。だから試合終わった後さ、ロー大丈夫？言ったら全然大丈夫やって言って、やっぱり今日は痛いんや。今日は痛い。昨日の晩からも寝転ぶのも痛くなって。あそりゃそうやろ。すげえ落としだからな。いや、めちゃめちゃ痛かった。めちゃくちゃ。膝は？あの膝。腹。中段の。右やったからいいけど。あれがバテたんちゃうかなと思って。聞いてないんやけど、けど試合中やから麻痺ってるから、分からへん、ね。聞いてないんだけどな。帰ってくるたびに、めちゃくちゃ息上がって帰ってきてた。聞いてるんですか。絶対俺聞いてると思ってた。麻痺してるだけですか、うん、痛みが。セコンドで座った瞬間いつも、はい、山口こうやってスッと座ってるのにお前こうやって座ってるの。いや1ミリでも2ミリでもスタミナ戻しとかなあかん思ってちょっとでも戻さなあかん思ってこういろいろやったけど何やっても無駄やった。それ見て俺らセコンド陣営どうしようと思ったからやばいと。いやあんな今までで一番待てたかな。でもなんかこけてから立つ時とかもうお前このまま倒れるんちゃうかぐらいの勢いで立てたもんね。よっこらしょみたいな。いやちゃあんなでかいやつとこの押し合いしたらもう無理よて。いやそらそやわ、バテるわ。なんかもう途中なんかこう押し合いで顔グイやってたやいやあれ作戦だからな。よう押さ あれ作戦なんすか。よう押せたなっていう半信半疑やったけど、あんなにでかいやつに体で負けないと思わなかった、うんうん、確かに確かに。もっとあれはもう作戦で、まあ、あの練習というかあのプッシュの練習はしてたけどね、うん、難しいとこですね。でもやっぱそういう意味ではなんか、まあ、会長と山城先生の作戦、はい、通りには進んだんやろな。まあ大まかに見たらある程度8割方は作戦通りやったのかなって、うんね、ここやね。内藤さんセコンドとしてどうでしたか。今回諦めなかったんだよ試合中に、はいはい、山口。え前は諦めたんですか。山口ね、あの試合中にずっとセコンドついてるけど、はいはいはい、倒されることがよくあるのよ KO バチーン、はいはい、で倒された後パッてセコンド見てどうしようって顔するの見る余裕なかったその顔もなかったし、うん、見る余裕はなかったですね。でもほら帰ってきた時とかに心がブレるとか感じることがあったけど、うん、今回全くなかったから、うん、疲れてるのは分かったけど、はいはいはい、心ブレてなかったから、うん、3ラウンド目ポカせんかったらいけるかなっていう感じはしたけど、うん、やっぱ向こうが1枚膝でポカしましたね。飛び膝でダウン取られたので。あれね、うん、あれはどうやって当たってたんですか。当たってないと思うんやけど体ごと持ってかれた感じ。もしかしたら当たってるかもしれへんけどそのダメージの当たり方じゃなくてなんかもつれた感じの雰囲気やったもんね。でもあれめっちゃすぐ落としてる。あ、してました、うん、あ、そうですか。いや、あんなでかいやつ何やってもすぐ音するんですよ。いや、なんかカチンって音がした。いや、バヤーンなったからね。そうそう見えなくて、バヤーンって。カチンって音だけして
で会長とこの近藤君とかあの辺でえって顔して見えなかったから背中だったから、はいはいはい、びっくりびっくりどっちやったんやろあれで取り返さなあかん思ってそうねで行ったからなんか蹴り増やしたりとか無理やりパンチを落としたから全然、うん、そこはでもうまくいかない しょうがないもんねでもねただあればですね体重差何キロ20何キロでしょ20キロぐらいじゃないですかどうあの実際まあクルーザー級やんうん、俺ははっきり言ってこの試合が決まった時も、うん、ジマーマンっていうことが決まった時も何グラントーナメントに出るジマーマンっていう時もこれ大丈夫なんかな正直俺は思っててだいぶ違う そんなみんな思ってるよいやいやなんで俺が一番思ってるよ会場で山口出てきた盛り上がった、うん、ジマーマン出てきたでっかーってみんな思ってラスボス感すごかったこれは山口やばいやろっていうかもう、まあ、諦めるじゃないけどだいぶビビってたところあると思う観客としてどう実際あそこに立った時にビビりはなかったいやビビりはあるもないもん やるしかないからいやでも引いたら死ぬし、うんうんうん、行くしかないやんか、うん、下がったら殺されると思ったから、はいはいはい、行くしかないわと思ってさすがやねさすがっていうとこやねいやほんまに前に前に出てたからこれはいいなと思いましたよどうでしたもう自信になったんちゃいます自信なまあまあけどクルーザーやったらいけるくないいけるいやいやいけると思うんだけど90キロやったら一回りちっちゃいからねうんめっちゃ長いからねあのヘビー級と90キロやったらそのパワー負けしないのかなっていう、はいはいはい、外人にあれにねあれにあそこまでこう気迫正面からまあね、テクニックとか、うん、技術的なものは別として、はいはい、そのパワーという面で、はいはいはいまあ、よく日本人の重量級はそのパワーで勝たれへんからってよう言うじゃないですか、うんうんうんまあ、それはながないって考えるとなるほど可能性あるのかなと、はいはいはい、いやそうねなんか勝ち方っていうのがなんかすごい筋が見えたなっていうところは俺も見てて思ったし、うんうん、まあほんまにねもうここ見てた一緒に見てた人は全員山口陣営やったんで全員すごかったよまあ、日本やから山口陣営しかおれへんいや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 ほんまいやここら辺多分席固まってんじゃんあれ山下さんだけ江戸自慢もやったかもしれないそんなことはない江戸自慢も応援してるやつはおらんかったけどまあまあでもほんまにいろんなさ、うん、あの空手の人百連以外の人もさ、うん、いろんな人来てくれてさあのちょっとこう空手が一致団結じゃないけどさ、うん、あのすごいいい雰囲気やったし、まあ、悔しいとは思うんですけど今後どうするんですかあどうでしょうなんか多分、まあ、K-1 ファンから見ても今って多分、はい、すごい空手の人やってイメージだと思うんですよね、うんうん、で空手の人が空手で戦ってるっていうイメージだと思うんで、まあ、この路線のまま、はいはいはいまあ、まずクルーザー級のベルトを取れたらなっていうのがもともと目標なんで、うんまあ、無差別は今回ちょっと寄り道したけども、はいはいはい、できたらクルーザー級のベルトに挑戦していきたいなっていうのはということは、まあ、続けるということでいいんですね、とりあえずは、まあ、もちろんあのクルーザー級無敗なんでクルーザー級無敗そうクルーザー無敗はもうクルーザー無敗なるほどなるほど無差別負けたけどクルーザー級無敗よかったですわポジティブな山口でよかったですわそうあなるほどなるほどそんなねこんなぐらいじゃやめられへんからまだそうですか、うん、あよかったですじゃあまあこれからもねあのちょっと頑張ってくださいよお願いします僕らもできるだけ、はい、あのなんていうんですかサポートはできることはしていきたいなと行きましょう会長と一緒に会長と一緒にどこ行くんですかアップの時もおれへんなったいやいやいや逃亡してアップの時さおってんけど暑すぎてこれ無理やわ思ってちょっとこれからはあのこの内藤さんスタイルで行きますよ、うん、短パン T シャツそうそう俺なんか変にスラックス入ったからさいやそんなかその格闘技やからいいやねいいやねオッセやからバックヤードねピリピリしてるからねそうそうバックヤードもね居心地悪いし座るとこないし何していいんかわからへんしもうさっきと喋って怒られるかもしれんからな、うん、なんか写真撮ってもあかんとかなんやかんやとルールあるやんかそうそうそうルールブックもらえへんって俺も分からへんからさもうすぐ下行ったわすぐおらんくなったなすぐおれへんなったあれ、はい、ということでね、山口選手また次の試合はまだ先やね来年もう未定未定やねまあちょっとダメージもちょっとあると思うんであのしっかり抜いてもらって、はい空手家の皆さんぜひですね、空手から K-1 にチャレンジしている彼を、応援してあげてください。内藤さん、最後に一言お願いします。いや、ね、空手家で、チャンピオンになったやつ、K-1 の、はい、チャンピオンになったやつ、いないやろ、まあ、こっち界隈はね。こっち界隈は。こっち界隈は。こっち界隈、どっち界隈やろ。
2つあるじゃないですか。はいはい、うん、あるね。こっち側はね。こっち側は、はい。マジでなってもらいたい、うん。本当にキックボクシングでチャンピオンになりたいっていう空手家いっぱい多いと思う。うんうんうん、その道筋をね、作ってもらえたら。で、戻ってこれるまでね、作ってもらえたら。戻ってこなあかんのか。そりゃそうやろ。戻ってこない、ね。内藤さんとね、10回目戦わなダメなんだ。9回やってるんで、今。トレーニングしてるわ。すぐは。10回目復帰まで。はい。そういうのをね。期待してますわ、はい、頑張ります、はい、じゃあ皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。